皆さんペイペイって知ってます？どうも、小沢裕太です。俺あんま詳しくないんだけど、ペイペイってさ、お金を移動させることってできるじゃんね。この前友達と遊んだ時に、みんなやっぱそういう感じでやり取りするから、割り勘とかめっちゃ困るんだよね。俺、クレジットカード派だからさ、その時にいちいち現金に持っていくってのも結構めんどいなとか思ってたから。だからもうペイペイやろうと思って、割り勘用にね、ペイペイで免許証を取ってから顔認証みたいなのするじゃんね。俺結構自分で言うのもなんだけど、垢抜けたと思うんですよ。赤入れモードになると超絶ブスになるんですけれども、まだまだ全然ですよ。お肉もたくさんついてるから、ダイエットも頑張らなくちゃいけないんですけれども、でも割かしレベルアップしたと思うんで、その免許証の時の小沢裕太ってもうバカみたいにブスなのよ。あの時はそれでも垢抜けてると思ってたんだけど、だからさ、顔認証できなくてなんかこのモードで行こうとすると別人だということで顔認証してくれないんですよ。だからね、ペイペイを登録するのが結構困難になっているというね。もう風呂上がりとかで真っさらな状態じゃないとペイペイ登録できないっていう。普通にさっきやろうと思ってさ、顔認証何回やってもできないから、ちょ、もういいやと思ってやめちゃった。今朝なんだけどね、そういうことがあったから、まあまあ疲れてるわけですよ。こんな時に誰か癒してくれないかな、ということで今回はですね、究極の二択編、男はどっちの女子に癒されるのかということで、インスタグラムの方で究極の二択っていうのを募集してきました。例えば高身長の女の子は低身長、どっちが癒されるっていうような質問ですね。それをね、募集してきたんでやっていこうかなと思ってます。やっぱね、男の癒しになるってめちゃくちゃでかいことだから、男の癒しになれない女性はやっぱし彼女になれなかったりとかするし、まあ当たり前だけど、付き合って癒しになれなかったら普通に別れちゃうよね。だからかなり大切なテーマだと思って今回持ってきました。インスタグラムでこんな感じでね、質問募集したりとかストーリー更新したりとか結構動かしてるので、ぜひフォローよろしくお願いします。最近インスタのフォロワーが謎にめっちゃ増えるんだよね。なんでだろうな、俺のインスタめっちゃフォローするの恥ずかしいで有名なのに。まあでもありがたいですね、フォロー待ってます。今ねインスタ見たんだけど、1日200人にフォローされてんの。マジでこんなの初めてで、めっちゃ増えてるやんとか思うわけじゃん。調子こいてさ、ストーリーとか結構バン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 上げてるわけね。一つ一つのストーリーが若干きしょいんですよ、僕のストーリーってね。だからちゃんと1日100人以上にフォロー外されてる俺がリム通知オンだったらブチ切れてるぞ。よかったな、俺が万事中学生じゃなくて。チャンネル登録してね。ほし、体育会系女子おは文化系女子。え、めっちゃ人によるでしょめちゃめちゃ人によるかな。僕個人の意見で言いかせていただきたいと思います。僕は体育会系女子。体育会系女子の方がなんか甘えられる。偏見なのかなこれって。文化系女子って許容範囲がちょっと狭いような感じがするのね。どんな許容範囲かっていうと、まあ、はっきり言っちゃうとなんか下ネタとかさ、そういう男がおもろいと思うことに対しての許容範囲。茶道でさ、お茶カーってかき混ぜてる女の子がさ、ど下ネタ言われてギャーって笑わないじゃないですか。そういうイメージ一切ないじゃん。大海賊みたいな笑い方しちゃってるね、今。ジョバスですよとか、ガンガンスポーツやってますよっていう子の方が、そういうのを笑ってくれる印象はあるわけよ。これはわかるでしょ。だからその、癒しってさ、単に可愛い、甘えられるとかではなくて、自分がおもろいと思うことをどれだけ共有できるかみたいなところもあると思うんだよね。まあもちろんね、文化系の人でもそういうことできる人全然いると思うし、別にそれが全てじゃないから、他のところで癒すことができるならそれでいいと思うんだけど、でも俺は体育会系女子の方が、頼れるというか甘えられる気がする。恋人と一緒に過ごす、おは、一人の時間を過ごす。これ癒される女子の特徴とかではないんだけど、めちゃくちゃいい質問だねこれ。めっちゃいい質問なんだけど、本当にこの子多分ね、男心っていうのを理解しようと頑張ってるっていうか、もはやもう理解してるんじゃないのかっていうね、そういった質問なんだけどさ、付き合いたての頃は正直恋人と一緒にいて癒されるってことはない。なんでかっていうと緊張したりとかするし、癒しよりもなんか楽しいが勝っちゃうから。でも付き合って1年とか2年とかになってくると、恋人といると安心するっていう感情になってくると思うよ。俺もそうだった。付き合って1ヶ月とかは癒しとかではなかったね。もちろんめっちゃ可愛いし、めちゃめちゃキュンキュンするしみたいな。だから楽しいだよね、本当に。だけど、交際して、あともう少しで3年経つんだけどさ、このぐらいになってくると、やっぱ、疲れた時とか、しんどい時とか、あーちゃんが、あーちゃん彼女ね、が、今、横にいたら、よかったのに、と思うことが増えたから、交際期間にもよると思う、これは。交際期間が短いのであれば、一人の時間の方が男は癒されるし、交際期間が長いのであれば、恋人との時間の方が癒されると思う。まあ、関係値にもよりますけど、疲れてる時話しかけてくれる子、おはほっといてくれる子、これは話しかけてくれる子。この動画を見てる男で何人かいると思うよ。え、そう、ほっとかれた方が良くないみたいな。違うんすよ、よく考えて。男子は自分の胸に手を当てて、よく考えて。お前らが悩んだ時に女の子に悩みを伝えない理由、それはなぜだ。それは自分の悩みを伝えたら迷惑だとか弱いなとか思われるからでしょ。そういう風なことを考えるから伝えられない。だけど話したら楽になるじゃん、絶対に。そこで女の子が話してって来たら遠慮なく話すわけよ。ここで癒されるわけね。絶対話しかけてくれる子の方がいいよ。まあもちろんね、どうでもいい人に話しかけられたら
あれかもしれないけど、ある程度関係性があっていい感じになったことある女の子に話しかけられたらもう超嬉しい。だから黒髪マッシュ黒マスク片目だけ出して TikTok 上げて、それで無料チャットアプリイエイで連絡取り合ってる男っているでしょ、君たちの周りに。そういう奴らが言うどしたん話聞こかを俺らもなんかやられたい女の子にでもむずいけどね。ごめんね、ちょっと話めっちゃ取れちゃうんだけど、それってさ、男が闇ストーリーとか闇ツイートしないとまあ成立しないじゃん。だって悩んでることなんて気づかれないんだから。それ男でやる人ってやっぱ結構警戒しない。俺とか昔やっちゃってた人間なんだけど、やってた頃の自分ってガスだったから、だから警戒した方がいいような気もするんだけどね。いやむずいな、男よ頑張れ寝顔は笑顔、断然寝顔、寝顔がやばいって。本当に笑顔も好きなんだけど寝顔はやばい。僕絶対彼女が寝た後に寝るんですよ。彼女も寝るのバカみたいに早いからさ、すぐに熟睡モード入るんですよ。でその時の寝顔見たらもう可愛くてキモいぐらいチューするもんやるよ。典型的に甘えられる VS いやだからなんで戦わせるの自分が典型的に甘えるタイプで今から話すタイプっていうのが嫌いな女にいるのか典型的に甘えられる VS お酒一緒に飲む首コテンとか、これは付き合ってない状態でっていうことかな。付き合ってない状態だったら正直どちらも癒されないかな。ムラムラが勝っちゃうかもしんない。男はね、うわちょっとワンチャンこの子いけるんちゃうんって希望見ちゃう、夢見ちゃうね。甘えすぎは良くないと思う。なんか体をくっつける甘えじゃなくて弱みを見せる、私ってこういうことで今悩んでるんだよね、ゆうたくん助けての甘えられるはわりかし癒されるかなって思うんだけどね。お酒飲んで首こてんでしょ、そんなもんこれはホテルやってなるだろ絶対に。話を聞いてくれる女性、おわ気分転換にどこか連れて行ってくれる女性。うわうわぁ、考えたこともなかったなこれ。気分転換にどっか連れてってくださいうわそれちょっとやばいわ。癒されるとかじゃないかも。自分が悩んだとするじゃん、その時にさ年上の女性かな、それにちょっと悩んでんならドライブしないみたいな、私運転するからみたいな、で俺助手席でしょ、さいあいやちっちゃ、それはちょっと最高だな。ごめん俺の理想だけど、俺はどっか連れてってほしい。でもな運転もしたいなドライブがしたいんだろうね。無臭だけどムチムチの女子 VS めっちゃいい香りで細身女子絶対めっちゃいい香りで細身女子の嫌いなやつがいいんだろこれはさめっちゃいい匂いで細身の女子じゃないの。無臭とめっちゃいい匂いは絶対めっちゃいい匂いが勝つじゃん。ムチムチと細身ってさ、まあ人によってはムチムチ好きな人もたくさんいるから、まあ同点だとするじゃんね。ってなったらさ無臭かめっちゃいい匂いで判断することになるじゃん。ちょ待って、ちょこれわかるこれこれさちょっとさめっちゃ恥ずかしいんだけど、これちょっとアップするよ、見てこれ。え俺こん時がっつりここに何ファンデーションべっとりつけてそれ伸ばしてませんやん。おい、まあ、恥ずかしいってお前これ、化粧初心者やって思われる、恥ずかしいよ。まあ、今美女婚なんだけど。束縛激しい人、おわ、放任主義な人。束縛激しい人に癒しは無理だろ。絶対癒せないでしょ、誰も。怖いもんだって。束縛激しい人って特に女子とかね。男でもなんか怖いやついるけどね。束縛激しすぎて。でもな、放任主義っていうのもちょっとしんどいけど、でも割かし、ほっとかれた方がいいっていう男もいるから、放任主義の人の方が癒しにはなるのかな。好きなことが一緒、は許せないことが一緒。これ許せないことが一緒の方が癒しになるというか、人って嫌いなものが一致するとめちゃくちゃ相性いいって言われてるんですよね。許せないものが一致してるってことは嫌いなものが一致してるってことじゃん。だからそれ相応に心の距離ってめっちゃ近いと思うんだよ。だから何かその人にしかわからないようなことっていうのがあると思うから、結果的に癒しにつながるよね。今日めちゃくちゃいい質問ばかりだわ。お姉さん系で甘やかしてくれる、妹系で甘えてくる。断然お姉さん系で甘やかしてくるだよ。だって甘えられてきたら自分甘えられないというか、絶対よしよししなくちゃいけないじゃん。赤ちゃんに甘えられて私も甘えるっていう人ってなかなかいないでしょ。そういう感じで甘えられるとやっぱ自分が大人になんなくちゃいけないから、癒しではないよね。水泳上手、おわ水泳下手、どっちでもええわどっちでもいいわ水泳上手いから癒されるはないわだいたいバタフライのうーってなるから、クロールもそうだよ、あるだろ。男子でたまにいるんだよね、息継ぎなくてもクロール 25m いけますぜみたいな。 15m あたりでくっそ苦しくなって、あの瞬間だけもう本当に吸い込みすぎてみんな2センチぐらい前行くもんね吸い込まれて25m クロールで息継ぎなしで泳ぎ切った男子を汚い部屋に置いて息継ぎさせたら一瞬で綺麗になるよ。ゴミ全部吸ってくれるんだもん。まあむせるだろうけどね、その後に。膝枕おわハグ、どっちも癒されんな。科学的にはハグの方がストレス軽減になるとは言われてるけどね。でも膝枕は割
と男の夢でもあるから、どっちもやってほしい。お疲れ様で頭撫でる、おわ、お疲れ様でキュー。お疲れ様でキューしてください。お疲れ様で頭撫でられた時、ちょっとワックスとかついてたらふんってなっちゃうから。女の子もそうでしょ。お疲れ様で顔カーやられたらうわーなるでしょ。ふわふわしてて静かで優しい女子、おわ、元気で明るくて楽しい女子。いや、わりかし元気で明るい子がいいかもしれない。男が甘いモードになった時はさすがにその元気さっていうのを落ち着かせるでしょ。いつもウェーイフォーみたいな女の子が男に甘えてこられてウェーイフォーってなってたらやべ。だけど甘えられてきたらよしよしってなるわけでしょ。このいつもの元気さとこの優しさのこのテンションの楽さがすごい好きなんだよね。そういう面では元気な子の方がいいような気がする俺は。パリピってわけではないんだけど、右エラか左エラか、いやローランドみたいに言うなお前。俺か俺以外かのエラバージョンってどっちのエラも一緒だろ。男慣れしてない子はめっちゃ話してくれる子、絶対めっちゃ話してくれる子でしょ。男慣れしてない女の子に癒されないよ。男慣れしてないってことは会話も結構グダグダみたいな感じでしょ。男側は必死に会話つなごうとするよ。それは癒されんでしょ。普通に疲れちゃうよ。かといってね、慣れてないことが悪いことではないんですけれどもね。これから慣れていけばいいし。はい、ということで今日は以上でございます。皆さん自分に当てはまってるものってありましたか？結構僕の主観とか入ってるんで、全ての男子がそういうわけではないんだけどね。言い忘れてました、あの今回の動画ね、アンケート結構多かったんで、続きはですねラジオチャンネルでやっております。概要欄からラジオチャンネルの動画見れるんで、続き見たい方はぜひチェックしてください。ということで今日は以上です。皆さんインスタのフォローとかよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ビビー、高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから登録、あ、待てない、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。